の低さが尋常じゃないな。もうすでになんか芝刈り機状態。これまた低いな。これまためちゃ低いね。これはまた生足の着地車両だな。やばいな、マフラーもなんかすごいな。これは生かしたマフラーついてる。おお、やばいな、やばいな。これはプリウスで結構やっちゃってる。これはすげえな。ハイブリッドだけにまあマフラー音が聞こえんというね、そういう現象だな。この車両まためちゃくちゃ低いな。どんどんなんか芝刈り機みたいな感じに低いね。めちゃくちゃ低いぞこれは。生足着地車両だな。もうフェンダーもバギバギだね。ハンドルの切れ角ないもんでね、思わず前切りするとフェンダーに当たるというね。すげえな、ここまではやれんよ。バカだよ。生足着地車両、バンパーやばい。ちょっとバンパーちょっと持ち上げて、バンパー持ち上げて。おお、これまたやばい。鬼キャン角度やばいな。これまた多分エアサスで上げてあれか。なんか向こうからなんかシャコタン車両来た。これぐらいならオッケーかな。いやこれぐらいつか。低いねこれまた。これ上げる機能はないねこの車は。かっこいいけどね。後かは素通りか。後か素通りだね。お巡りさんも忙しいもんで。お巡り様、何か撮影ですか。撮影。お巡りさん。ここも撮ってるけど、こっちも撮ってるからね。違法改造車1台もいません。早く。そうか。アベンタドール。さすがにだって買ったばっかりだし。そうだよ。マックのあれですね。アベンタ。高いねこれ。これだって買いました言ってから。これもスーパーカーだよ。すごいな。すごいなこれ。86のガルウィング車両、静岡盛り上げたい。すごいな、これ何 J のタイヤで引っ張ってんの。何 J のタイヤかわからんけどすごいな。この GT ウィング、車庫端車両、これもすごいな。生足の着地車両、クラウン、これもエアサスの機能は一切ない感じ。おお、危険な車。そっか、どっか擦りながら。やばい。あ、マフラーやばい。生足の着地車両だ。着地来てる。これも低いね。低いな。低い。
だね、こういうとこ入ってくんの。あ、このフラーも低いな、めちゃくちゃ低いぞ。フルスモ車両、もう来たね、日産の高級車。これなんか低いな。あ、こっちから、お、86、珍しい。結構オリジナル状態に近いね。GTV クラウン、一昔前のクラウン。おお、後ろが異様に低い。ワゴンアールも低い、シャコタンワゴンアール。痛い痛い痛い、すごいね、ロケーションがいいな。シャコタンのマーク X、 また低いな、低すぎてやばいよこれ。ほとんど、ああ、擦ってる擦ってる、やばい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 、もうちょい、ああ、ちょっとうねらんとやばい。いろんなとこが壊れていく、いろんなとこが壊れていく。低いな、俺もマーク X。 キャンギャルのお姉さん、キャンギャル、キャンギャルでしょ、どう見てもキャンギャルのお姉さん。スタイル抜群。めちゃくちゃ低い。やばいな、やばい。おお、これは完全着地車両。ちょっとバンパー持ち上げて、バンパーを。あ、はい、あれ、もう降りてたと思う。いや、借りてもうえぐってるほどだったけど、もう擦る程度送ります。これはまた低いな。かっこいいわ、かっこいい。これもう擦りながら行くのがね、素晴らしい。これはもうね、ゆっくりか、ゆっくり、もううねることもできるわけだね、これ。ほぼ完全着地車両。ハンドルの切れ角もないよね、これ、やばい。搬入がかなり困難な。すげえ。フェンダーライン、あ、後ろのバンパーもやばいよ。フランプラン。バンパーの手あれ外したの。下がる。下がる。もう。もう帰る。
改造車ではありません。エアサスでがっつり下げてるだけ。エアサスね。前のバンパーが、フェンダーもやばい。バンパーが前がなんかお辞儀しちゃってる。前のバンパーが、やばい。前のバンパー誰か持ち上げて、前のバンパー持ち上げてやばい。前のバンパー、バンパー元戻った。なんかすげえの来たな。リバティウォークの、リバティのマセラっていうスーパーカー来た。うおー、マセラティワイドボディにしてる。これすげーな。ここからまた鬼キャンのクラウン来たね。鬼キャンのやべえの、完全合法車両。ドレスアップクラブ餅つき会やばい。やさっきのマセラティ、また着地に近いクラウン、また低いの、低い車両しか来ないよ。合法のこれレクサス RC、 LC、 LS か。これもなんだろう、低いけどなんかフェンダー、でもちょっと当たってるか、フェンダーちょっと当たってるね。フラン、レクサス、レクサス RC、 RCF、 違うか、レクサスの LS500H。